これ食べないわ。もうなんか声入ってんじゃないか。懐かしい。はい。おはようございます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 。元気ですか？元気です。おかえりなさい。長いですね。ね、ほんと。まだいたよ。まだいたよ。みんないるね。え？ほんとだ。いやいや、ちゃんとテレビでは見てました。声も聞いてたし。私も見てた。あ、ほんと？ほんとっすか？時になりませる腹へと旅立ち、ここでとお直りください。10年経ちましたけど、そんなに10年経ったっていう感覚もなく、はい、自分でも10年ってのはびっくりです、はい、なんか身近に感じましたね。何なんだろう、不思議ですけど、まあ、出てからも、試合は当然見てましたし、ね、アジスタにも行ったりもしてましたし、なんでそのヴェルディのまた自分が出てからの変化していく姿ってのも見てたんで、なんかこうやっぱ近いところにあるクラブでした、ずっと、はい、で選手はもう当時いた選手はもう全然いないですけど、まあ、柴ぐらいだと思うんですけど、なんかそれでもね、
あの僕が当時いた時に、ね、あのジュニアにいた子たちだったりが上がってきてって、そういう子たちは、まあね、会って話したこともあったし、はい、だからすんなりという感じです。はい、知ってる選手も、まあ、今回はたくさんいたんで、あんまり変わってないかなっていう雰囲気で、まあ、すごい、あ、本当帰ってきたなっていう、はい、ほっとした感じはあります。また小池選手と仲良くプレーができますね。そうですね、まあ、ずっと連絡は取ってたので、本当に、嬉しいです。本当にシンプルにその一言なんですけど、嬉しいですし、まあ、たくさん、いいボールを供給したいなと思います。一番最初セアに戻した時間にまずイワンが走らない、これが問題まず背後だ、背後押した時にこれをイワンが降りちゃダメなんだって。いい、このワイドのやつ、これは入ってない、ライン下げてない、これをイワンが降りてきたら当然大規模これに対して攻撃も簡単じゃねえ、ここで奪う。だからいつも超えるな、スペースに背後なのか、イワンが引っ張ってサイドバック下げさせない、背後そうですね、あんまりこうハードっていうといやいやっていう風になるのであれなんですけど、割とハードだったんじゃないかなっていう風に思います。
でもやっぱりここでしっかり立ち上げで、作っておかないと、まあ、長いシーズン、戦い抜けないんで、まあ、そこは、まあ、昨年こう、昇格を経験してその中での厳しさだったりとかチームの雰囲気っていうのは確実に勉強になったので、そこをしっかり伝えれるとこは伝えていきたいなというふうに思います。もうなんかどういうプレーとかそういうところはまあいいかなと思ってます。今年21年目になりますけど、それやってきたことというものを一人の人間としてピッチで表せられることが大事だと思いますし、そういった部分でもここ最近で分かったんですけど、そういった部分でも戦えるんですよね。だからそういうところが映ったらいいなと思います。まあ、技術云々のところはもう僕より上手い子たちいっぱいいるんで、そこはそっちに任せます、はい。10年ぶりに戻ってきたということで、少しでも、力になれることと、やはり結果を出せるように、チームに、貢献できたらなと思ってます、応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。